とりあえずこのコマセロケットで、あまりぶっ飛ばしすぎないようにしようか。よいしょ。波ないし、風ないし、最高じゃん。でもウグイならもうちょいパンパン来ない？お、どう？乗った？あ、それ重いからな。ん？お、カレーじゃん。早いね。ちっちゃ。ああ、結構やっぱ手前にいるんだな。許容範囲のサイズ。とりあえずキープしとくか。やっと坊主逃れだ。早いじゃん坊主逃れ。やっぱあの時と同じで手前結構いるんじゃないの。だってあの時さ、チビザオでも釣ってたじゃん。で、こま、ネセネットで狙うとき一回釣れたら毎回同じところにやっておけば寄せれる可能性あるから、毎回同じポイントのそば、あ、すぐその辺できればもう、真正面に投げてほしい。これなんだ。何かに食わないけど海藻めっちゃ好きで、はい、家で買うなら、こんな可愛いちっこいなやつなら別に買ってもなんか弱々しくね、このくらい。これよく網に引っかかってなんだこれ、動いてきたかな。今両方の竿を当たってるぞ。おうおうおう、なんか川枯れ最近釣ってないから合わせ時がよく分かんないんだけど。ついてる気がする。やる？お前やる？ちゃんとしたカレーの当たりだったな、多分。左？うん、もう2発ぐらい当たった。次来たら、あの糸今下に行ってるからね、合わせるとき上にしないと。もう上にしていいよ。あ、ついてんじゃない？軽い？マジで結構いい当たりだったんだけどな。ついてるかな。軽いよ。軽い？これね、コマセロケットついてるのさ。黒いのあったよ。あ？あ、ついてる。ちっちゃ。え？これであの川がれ何？パワーあるのかい？あー、手のひらか。ずっとこんな感じだったら夜になってから様子見て移動してもいいけどな。夕日だ、夕日。
今チャンスタイムだと思うんだけどな。1回転回してんだよ。それでもまだすぐピクピクってなったらついてる。こんな沈まなくなってん？お、ついてるよ。そう、あ、そっち側でネットついてるから重さわかんねえよね。すぐ浮いてきたな。どうよ、サイズは。かわいいね。あ、でもギリじゃない、ギリ。あ、大丈夫じゃん。ナイス、おじいちゃん像だけ役に立つな、うん、こいつは唐揚げでいける。乗った？お、乗った。わはははは、本当だな。おお、ギリギリサイズ。あ、いいじゃん。それならいい。上についてるからそんなに。うん、上についてるなら、やっぱりさっきあのパパ斜めにしたからさ。いいぞ、これやっぱ。どう？ちっちゃい？じゃあ、そう。ん？やっぱこっち右ゾーンの方が釣れるのかな？でも唐揚げギリ。無理だ。あ、ちっちゃいか。ちっちゃい。でもプライムサーフ釣れたね。右の方がいいのかな。いい当たり？いいじゃん。おお。ちっちゃい？釣れがかりか。あ、釣れがかりか。ついてるような気がするな。あれ、ちょっと重くなったな。何の抵抗だろうか。首紙？あ？首紙？あれ、軽くなったな。え、どういうこと？首がね、外れた？首がねがなんか変な向きできてる。どうですか？2枚？ちっちゃいのがいい。ちっちゃ。食べれないサイズ2枚だわ。下の唐揚げいけんじゃん。ちょっとぷっくりしてるから。上はちょっとあれだけど、下ありだ。え？ついてんじゃん。おう、お、ギリ持ち帰れる。贅沢なんだ。いいね。贅沢だな。ネタ切りしたよ。あ、本当だ。ネタ切りしたよ。